はい、どうも、こんにちは。危険チャンネルです。はい、今回も楽天モバイルの楽天アンリミットの情報をやっていきたいと思います。やっていく前に、以前ね、動画の冒頭に、あれは何だっけ？楽天モバイルさんの、サポートセンターに電話して、そのやり取りをですね、僕のツイッターのね、つぶやきを踏まえてとか交えて、ツイートですね、こういうふうに緩くつながるのもいいよな、みたいなことを言って、で、こんな感じで、ツイッターやってますんで、皆さんも よかったら僕と緩やかにつながりませんかっていうね、そんな感じでね、動画出しましたら、それで、ツイッターのフォロワーさんが、結構増えましたんで、毎回じゃないですけど、僕の動画に 冒頭にですね、そういうのをちょこっと挟みますので、僕の動画のね、おすすめはっていうか、僕の動画の、動向を知りたい方ね、僕、今、ずっと、一日中、家で、動画作成してますんで、次どういうの動画作ろうかなとかっていう、そういうつぶやきとか、あとは、YouTube の初心者さん向けにですね、有益なっていう言い方もどうかわかんないけど、そういうようなね、YouTube 初心者さん向けの、動画というかつぶやきしてますんで、そういうこと少し興味のある方はよかったらですね、僕、リンク貼ってありますんで、概要欄にリンク貼ってありますんで、リンクから、ツイッターを軽くフォローしていただければ、幸いです。はい。ということの宣伝を しまして 今回は、まだね、ネタね、あるんだけど、少し ネタが尽きてきたので、ちょっと小出しにね、しようと思いまして、まだまだネタはあるんですが、ちょっとね、一旦立ち止まりまして、製品についてね、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。このままいきますよ。単純に言うと、データ使い放題とかね、かけ放題とか、こういうふうなも色もありますけど、結局ね、質問じゃないですけど、その一時期の動画で、反響っていうか、リアクションが大きかったのが、結局、使えるのか使えないのかね、自分のスマホで使えるのか使えないのかっていうのがあって、正直なところ100%よしっていうのは言えないんですが、僕、前々回ぐらいのね、動画に出してますけども、ツイッターでね、検索するといろいろな情報が見えてくるってやつで出してますけども、結局、ピクセル4とかで使えたりね、iPhone で使えたり、その他ね、のスマホで使えたり、要は、無料スタータープログラムの方たちがですね、全員が全員、要は、楽天のスマホを買ったかというと、逆に言うと、ほとんどの方が楽天のスマホ買ってないと思うんですよね。楽天ミニ買われた方はいらっしゃると思うんだけど、大体の方はね、自前のスマホに楽天の SIM をですね、挿して、そして無料スタータープログラムの、今動作検証とかね、やってらっしゃると思うんですよ。なので、楽天モバイルさんはね、やっぱりね、自社の製品をね、ご購入くださいと、動作確認済みなのでご購入くださいということで、なってると思いますけども、一応ここにある11機種なんですが、全部やっぱり SIM フリー端末なんですよね。で、楽天さんのロックの仕方が僕いまいち分かってないんですが、多分、ロックされてなくて、どちらかというと、楽天リンクっていう、SIM が、eSIM ってやつ、eSIM ってやつじゃなくて、eSIM じゃなくても普通の、物理 SIM でも、そこの、楽天リンクっていう、アプリ自体で何か、ロック機構じゃないですけど、そこで認証するんじゃないかなと思ってるんですよね。なんで、多分普通に楽天リンクの、要は Android ですけど、楽天リンクのアプリを入れれば使
えると思うんですが、なんと楽天リンクのアプリを入れなくても、Twitter で検索すると iPhone で使えるという事実があるのでね、 eSIM っていうものに変更してからね、 SIM 変更してから、それで、iPhone で使えるっていう事実があるので、まあそこら辺ももうね曖昧になってきてよくわかんないです。実際に使ってないからね、その挙動っていうかね、その要は動作の所作っていうんですか、こういうこうこうこういうふうにやってこうやったら使えるようになる、それしなかったら使えないとかっていうのがね、僕その無料スタータープログラムの人じゃないので、わかんないのでなんとも言えないんですが、まあまあそれもあと1ヶ月弱ぐらいでね、実際にスタートしますんで、まあそこまで、じっくり待っていましょうと、はい、っていうところで、今回はこのまあ、SIM フリーの端末ですね。この今ある、まあ、ギャラクシーノート、ね、ギャラクシー S10、Xperia Ace、ね、ギャラクシー A7、Aquos Sense 3 Plus、Aquos Sense 3 Lite ね、Aroz RX、そしてファーウェイ Nova 5T ね、楽天 Mini、Oppo A52020。で、まあ、オッポリの A128GB ということで、これ持ってる人は、まあ、ほぼほぼ間違いなく、いけるでしょうね。で、まあ僕が例えば、オッポリの A の、まあ、他社製品で、他社で買った 64GB バージョンあると思うんですけど、多分、これもいけると思う。うん。そうですね。うん。あとは全然いけると思います。で、この機種自体っていうか、まあ結局 SIM フリー端末なんでね、まあ SIM フリー端末持ってなければ、また探せばいいんだけど、持ってたら、ぜひね、まあその自社の、ね、自前ので十分だと思いますよ。で、まあ4月8日だからね、まああと1ヶ月間あるし、これを機に、サブ端末でも探そうかっていうふうに、まあもし考えてらっしゃる方がいらっしゃいましたら、そしたら僕以前も動画に出しましたけどね、いつもやってる僕の一番得意な、いつもやってますね。最近動画出してないけど、今日からまたグーシムセラーのね動画出しますけど、グーシムセラー OCN モバイル1、ここいいんじゃないかなというふうに思います。はい。特に、楽天モバイルのまあ、動作検証を、まあ、動作検証じゃないね、楽天モバイルをもし僕みたいに MNP でやろうかっていうね、考えてらっしゃる方で、そういう方たちが、僕の場合はまあ、モバイル Wi-Fi ルーターっていうものを持ってるから、まあ、あと格安 SIM も持ってるしね、OCN モバイル1の SIM も持ってるし、その、まあ、2つの SIM もしくは1つモバイル Wi-Fi ルーターで電話を、まあ、電話が生命線なんでね、受け線じゃないですけど、受けることができればね、それだけでも、それでも仕事に成り立つんで、そういうふうに何かサブ的なもので補える何かがあれば、それで、あと、SIM フリーのものを持ってれば、ね、SIM フリーの端末を持ってれば、そのままでもいけるけど、まあ、両方持ってない。もしくは、片方だけ持ってるんだけど、まあ、サブ端末欲しい方とかね、ちょうど、この OCN モバイル1の端、この、格安 SIM ですね。これも合わせて、端末も安く買えるってことで、あ、ちょうどいいわ、これ、ちょうどいいわ、と思ってですね。まあ、別にここじゃなくてもいいんですよ。どっちか片方持ってればね、格安 SIM 何か持ってれば、Amazon でもいいから、なんかこのサブ端末みたいなものね、DSDS もしくは DSDV のね、端末持ってれば、多分メインにしようがサブにしようが、まあ、快適にとは言わないけど、まあ、ある程度使えると思うんですよね、楽天モバイルの SIM ね、なんかこういうサブ的なやつをこう保険にしてっていう時点で、まあ、要は楽天モバイルの SIM をあんまり、ね、信用してはいないんですけどね、結局のところね。まあ最初そんなもんでしょうと。基地局のね、少なさとか、ね、その、切り替わる時のね、その挙動とかっていうのは本当にわかんないから、まあやっぱりちょっとした保険は欲しいですねということでね。
で、僕この前ロケットモバイルの方もね、契約っていうか申し込みしたので、それもまあ後日っていうか、明日になるか明後日になるか分かんないですけど、それの動画もまあ出していきますよ。まあで今後その SIM、コメントいただいてですね、なんか格安 SIM でも他のいいものがありそうなんで、そちらの方もあこれ面白そうだなっていうふうに思ったら、まあまたちょっと検証してみたいなというふうに思います。で、その4月8日までに、一応僕の中では MNP をして、で、一つに楽天モバイルの SIM、で、もう一つに、例えば富士 Wi-Fi の SIM とか、まあ今持ってるモナ Wi-Fi のモナ SIM とか、あとは、まあ OCN モバイル1の SIM、まあ、データだけでもいいんですけどね、こいつは電話もついてるから、電話ついてなくてもいいんだけど、まあそのデータだけの SIM ね、なんかまあロケットモバイルでもいいし、まあ LINE モバイルとかね、なんでもいいんだけど、そういうようなものをこういろいろ入れてみてですね、まあ一つの事象で検証すれば大体のね、挙動ってわかるんですけど、まあいろいろ入れてみてね、ちょっといろいろ試してみたいかなというふうに思います。はい。じゃあということで、これだけでもう10分になったんですけど、はい。また、楽天モバイル、楽天モバイル経由の、もしね、まあ、何か、こう、端末、もしくは格安 SIM、欲している方がいらっしゃったら、まあ、グーシムセーラー、今、総決算セール3月25日までやってるんでね、これ、行かれたらいいと思います。で、一応ざくっと見ていきますけど、まあ、アロゼ M5 ですね。これは、どうなんだろう。僕今ね見てるのが、SIM フリーであるっていうことと、まあ SIM フリーであるっていうか、ここに売ってるものは全部 SIM フリーだと思うんですけど、DSDV、DSDS で、ね、そっちの方に対応しているかっていうことが僕そこの方がね、要はデュアルスロットかどうかっていうところが僕ちょっと見てるとこなんですよ。これわかんないね。アローズ M5。あ。でここはこの簡易的な詳細のところでもね、あんまり分かってなかったらちょっと僕は外します。で、例えば楽天モバイルに販売でね、SIM フリー端末推奨してある楽天アコースセンス3プラスっていうのもこちらにも売ってますんで、厳密に言うと一緒かどうかは分かんないけど、多分一緒だと思います。ということで、まあ、これはこれでね、だいたいこれ Amazon で5万円ぐらいで売ってるやつ、3万円プラス音声 SIM 契約で、半年ほど契約すると1万円ほどプラスになりますんで、まあ4万円とかね、そういう風な感じの計算方法になりますけども、まあもしくはそういう風に半年間で契約とかってじゃなくて、その楽天モバイルの SIM と一緒にまあ1年もしくはずっと契約する使い方でもいいしです、いいですしね。音声 SIM 契約ね、解約してトータル的に普通に買うよりも安くなったとか、そういうやり方でもいいんですけど、まあ実際に使い勝手よくね、使うっていう方法の方が、まあそっちの方がね、まあいろんな意味でいいと思いますよ。まあ、グーシムセーラー OCN モバイル版で、ブラックリストに入るのもね、あれだしね。はい。で、まあ、あとですね、僕、その安くね、その DSDV とか DSDS の機種を、まあ、選ぶのに、で、あと、多分これは大丈夫だろうっていうふうに思って、この前おすすめしたのが、OPPO A5-2020 ね。これも、動作、検証で OK っていうふうになってたんで、まあ、ここで買っても多分大丈夫っていうふうに思ってですね。まあ、4000円だし、と思ってね。これ一つ押しておきますっていうことと、アコースセンス3と、アコースセンス3プラスとアコースセンス3ライトが、多分、大丈夫っていうふうにね、動作検証してね、動作推奨端末って言われてたんで、ここにアコースセンス3ありますんで、これも多分大丈夫でしょ。で、お値段も手頃だし、というふうに思います。うん。というふうに思いますですからね。確定じゃないからね。楽天の人じゃないから分かんないでね。で、OPPO Reno A も、こいつは、DSDV だから、こいつもね、
こいつこそ推奨端末かな。これが一番の推奨端末ですかね。12000円プラス、音声 SIM 契約の金額もかかりますけども、これは普通に、ミドルスペックのスマホで一番おすすめする機種でもあるんですけど、こういうふうにね、RAM 6GB とストレージ、こっちの方はね、楽天さんのとこじゃないから、128GB じゃなくて、64GB の方なんですけども、有機 EL の綺麗なね画面っていうことと、あとお財布携帯ついてるから、どちらかというとね、こちらの方が、メイン携帯というか、何か本当のメインのスマホを探してらっしゃる、今持ってるスマホで、それでいいんだっていう方にはちょっとサブスマホとしてはちょっともったいないぐらいのものなんですけども、もしメイン携帯をちょっと新しくしたいなとかいうふうに思ってらっしゃる方 でなおかつ、リーズナブルにでもしっかりとした端末っていうんだったら、これが一番間違いないと思います。お財布携帯と防水防塵ついてて、性能はミドルスペックの中ぐらいですかね。上までいかないけど中ぐらいですかね。でも上ぐらいかな。ミドルの上ぐらいまでいってそうですけど、今ね、アンツツベンチマークもね、使えなくなりましたから、あれだけで押し量るのがちょっとどうかなと思うんですが、一応アンツツベンチマークの結果ではね、だいたい19万とか、20万弱ぐらいかな。19万とか20万とかいってるから、性能的にも問題ないです。で、あと、これは、DSDS、あ、DSDS じゃない。DSDV だな、これね。なので、こいつは全然、大丈夫ですね。推奨端末ですね、これね。一番の推奨端末です。はい。それから、ここにですね、Xperia S もありますね。これも、楽天モバイルで、推奨端末になってたやつだから、これもおすすめです。24,300円ですね。はい。あとはですね、そうだなあ、品切れになってた。あと1円端末でね、なんかこの1円端末で何かこうしない、ね、おすすめできないかなと思って、もう全部ね品切れになっちゃってるんだけど、一つねここにね、ゼンフォンマックス M2 っていうやつがありまして、これ見てたら、なんとなんと、こいつね、これもミドルスペックスマホなんですよね。メモリーが RAM 4GB、ストレージ、32GB なんで、あんまり、すごい性能じゃないんですけど、サブスマホには別にこれぐらいでもね、メモリーさえあれば、ね、ストレージ 32GB もあれば、ね、そんな、サブにそんな使わないでしょうということで、で、スタミナもあるし、もしかしてテザリング端末として使えるかもしれないですしね。で、ここでですね、こいつは、ここに普通に、はい、ここに普通に書いてありますけど、マルチキャリア対応のボルテって書いてあって、これだけだと、ただのボルテだと思うんですけど、ここね、ここ、トリプルスロット対応で、デュアルシム、デュアルボルテって書いてあります。DSDV ですね。ここ、メーカーのね、普通の商品説明のところに、ここに大々的にこういうふうに書いてあるんで、こいつは多分大丈夫だと思います。要は正当なる SIM フリー端末じゃないですけど、いろんなものに対応すると思いますんで、マイクロ SD カードも使えるしね、トリプルスロットだからね、これは結構おすすめですね。これ1円だし、1円だしね、これね。よいしょ。ゼンフォンマックス M2 は1円ですんで、1円プラス、OCN モバイル1の音声 SIM 契約で最低限のやつでいいから、そうすると、月額1200円ぐらいなんですけども、それかかってきますけど、それと0円端末の楽天モバイルの SIM をガッチンコして、ちょっとやってみると。で、僕正直なところ言うと、その楽天モバイルの SIM は電話番号が付随している。そしてこっちの方も音声 SIM 契約っていうことだから、こっちも電話番号は付随しているところで、両方付随してるんで、ちょっと無駄だなとかも思うんですけど、
まあ、僕の動画にねコメントたくさんくださって、で、まあ、僕が、MNP 推しで、まあ、今後行くわけですよ。要は皆さん確実に、まあ、YouTube 他の YouTuber の方もそうだし、一般的に考えてたら絶対にねリスクあるから、まあサブ端末でしか行けないですよね、楽天モバイルのねSIM ね、正直なところね、やっぱり僕もその不確実性とか不安定さとか、うん、要は確定事項があまりにもなさすぎるから、そりゃいきなりメイン端末ドンっていうのはちょっと厳しいので、結局サブ端末とかね、何かこう控えなものがあって、それもありつつのメイン端末ですね。ちょっと僕もそのサブスマホをずっとね持ってる習慣が何年も続いてるもんだから、その別にメインがもしダメでもサブの携帯でも電話できるし、ね、バッテリーも分けてあるから切れることもないしって、そういうような運用方法で慣れてしまってるもんだから、まあなもんで楽天モバイルの方にメインの方にね MNP しても、まあ別に問題ないだろうっていうかね、僕からするとそういうリスク背負ってもそこに対して何か問題があってもサブで対応できるっていう感覚でいるんで、まあそういうふうな、もし MNP 考えてらっしゃる方で、サブ端末じゃなくてサブね、サブで音声 SIM 契約の端末をなんか持つのもいいかもしれません。で、OCN モバイル、グーシムセーラー OCN モバイル版は何回も言いますけど、あれですよ、僕ここからお金もらってるわけじゃないからね。OCN モバイル版は、音声 SIM 契約必須なんだけど、代わりにこういう風に1円とかで、端末買えるからね。あ、でも1人1セットだからね。ここ1つ間違いないように、1人1セットね。なので、まあそういうところでですね、うん。まあ正直音声 SIM 契約なんか、どこでもいいんですよ。格安 SIM だからね。似たり寄ったりだからね。どっかいいところとかあると思いますけどね。細かく、比較すればいいところあると思いますけど、まあ正直どこでもいいんですよ。僕からするとね。よっぽど変な会社さんじゃない限りは、どこでもよくて。で、それよりもしっかりと使えればね。で、DSDS、もしくは DSDV の、SIM フリー端末を用意すると。うん、で、あとは、早く4月8日来いと。まあ4月8日というか、4月8日以降に、発送されるみたいなので、結局皆さんにばらけて SIM が届くと思うんですよね。どれぐらいばらけるんでしょうかね。ものすごいばらけると思うんだけど、1週間どころじゃなく、ものすごくばらけて皆さんに届くと思うんで、はぁ、早く来い、早く来いっていう風になると思うんですけども、まあそこまで、まあ十分準備期間ありますんで、まあいろんなスマホだったりいろんな格安 SIM ありますから、まあ、こういうこと好きな人っていうかね、僕のこのチャンネル見てる人は、まあ、結局そういうこと好きな人だろうから、うん、まあ各自っていろんなパターンあると思いますけど、各自でね、いろんなスマホを用意して、まあ、楽しみましょうということでね、そんな感じで、今回の動画は締めたいと思います。はい、まああと、前回の動画だったかな、iPhone の、でもそれ次の動画でいこうか。まあいいか。iPhone の、eSIM ですね。eSIM に対応多分してると思うから、まあ、僕が推奨しないやり方ね。楽天リンクっていうアプリを使って、僕は、音声 SIM っていうか、その音声がですね、まあ無料ですね。無料通話がついてるからすごく意味があるんだっていう考え方なんですけど、逆に、いや、無料通話いらないよと。データさえ、使えればいいよ。まあ要は、その、県内の人ですね。楽天エリアの人で、iPhone 持ってる方で、音声いらないよっていう方は、iPhone、新しい iPhone SE2、もしくは iPhone 9っていう名称の新しい iPhone で動作検証されるのもよろしいかと思います。でもその最初から eSIM にはならないみたいなのかな。うん、多分ちょっとどういうやり方かな。楽天モバイルに、もしですよ、
楽天ミニあるじゃないですか。で、楽天ミニと一緒に申し込みする、もしくは楽天ミニを買う予定ですっていうふうな言い方すれば、SIM の携帯どうされますかっていうんで、じゃあ eSIM でっていうふうになるの、そういうようなやり方なのか、それとも物理 SIM は送られてくるけど、その楽天リンクっていうかね、何かアプリを介して eSIM にするのかね、ちょっとどうなのかわかんないですけどね。多分、まあ、Twitter の情報を見てる限りでは、普通にですね、Android のスマホに一回物理 SIM を挿した後に、楽天リンクのアプリで、あれですかね、物理 SIM から、楽天リンクのアプリになるのかな、前楽天モバイルっていうアプリになるのかちょっとわかんないんだけど、まあ、多分どっちかだと思うんですけど、それで、SIM 変更っていうやつをして、で、あ、全部これ言っていいのかな。SIM 変更ってやつをして、それで、eSIM にチェンジして、その上で、ゴニョゴニョじゃないけど、あることをしてですね、そして、iPhone が使えると。これ、なんとか責任、自己責任ですからね。そういうやり方もあるんで、iPhone 待ってるのも良きかなと思います。Android のスマホ持ってればってことですけどね。一応そういうような感じで、グシムセラ教えのモバイルワームでもありますしね、他のところでもね、ありますし、いや、今後楽しみです。はい。ということで、今回の動画は以上です。はい、この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。ということで、ゲゲンでした。ではまた。